アフマドナガル城、キウチアフマドナガル城は、インドのマハーラーシュトラ州、アフマドナガル県の都市、アフマドナガルにある城塞。アフマドナガル王国の君主の居城でもあった。アフマドナガル城の歴史説明1490年、アフマドニザームシャー一世が独立した後、アフマドナガル王国の首都アフマドナガルの建設に、 かかったが、居城となる、この城の建設も行った。1553年、ブルハーン・ニザームシャー一世は、城の再構築を行い、1565年にそれは、完成した。1600年以降、アフマドナガル王国と、ムガル帝国との間で城が争奪されたが、1633年に、城は、帝国のものとなった。その後、18世紀に、ニザーム王国、 マラウター王国、シンディア家の支配の領すところとなり、1803年にイギリスに占領された。20世紀前半、後にインドの首相となったジャワハル・ラール・ネルーは植民地時代イギリスに逮捕された際、1942年から1946年にかけて、このアフマド・ナガル城に投獄された。ワハー・ラル・ネルー、The Discovery of India。 1946辻直郎訳、役インドの発見岩波書店1953上官ありがとうございます